兄イケメン化計画をしたいなと思っております。生活水準俺は上げてないんだよ。生活水準がね低くても自分を整えることはできるやん。確かに、はい、論破されました。はい、撮影の時以外は会わないようにしています。なんでですか？この人のメイク動画を俺は個人的に兄としては見たいと思わないので、日常的なブログとかを更新してほしいですかね。了解です。やっぱ僕がね、小学生の頃からこうやって遊びでやってたネットの動画っていうものがね、こうやって、まあ言ってしまえば俺ら素人出身なわけやん。そうやね。まあそれの人たちがもうこれだけ人監修できるって、もうなんか本当に俺小学生の頃じゃ考えられない、もうやっぱ YouTube がここまでのものになったっていうのが本当にすごいなと思いましたね。で、兄弟で出演するっていうのがね、やっぱ初めてってことで、どう？まさかいつもそのライブとかで、その YouTube ライブとかで見ていた UFES に兄弟で出演することができるなんて思ってもなかったので、すごく嬉しい気持ちでいっぱいです。一応お兄ちゃんはこう見えてしっかりしててこう見えて意外としっかりしていて、私のいつも背中を押してくれるので、はい、すごく心強いです。ちなみに当初はですね、妹はですね、僕が一人で小学生とか中学生の時こうやってカメラ回してたら奇妙だっつってバカにしてきましたからね。まあ、それがね、こうやってここまでの仕事になるって、お前本当に兄をバカにできんよ。すごいですね、モデルプレスさんに。本当に当時は変質者やけど、今はねこうやってちゃんと仕事になってるわけだから。はい、なりました。やっぱし僕は東海さんが加入した2017年の UFES に出たことあったんですけど、まあなんかやはりイベントってものがすごいやっぱ得意じゃないので、なかなか出ることなかったんですけど、やっぱこう上京してきたんですけど、僕たちやっぱりファンの方と触れ合う機会とかなかったんで、やっぱ実際に会えるっていう機会がなかったんで、本当になんかもうそれが一番ですね、僕たちを見に来てくれてる人たちに会えるってことが嬉しいことですね。久しぶりに私はエスポワールの皆さんとお話しすることができました。そうですね、あとフィッシャーズさんとかもいたりして、はい、そうですね、本当に今エスポワールとは苦学生時代に本当に上に上り合った仲なんで、うん、そうですよ、本当にやっぱり感動ですね、そこが一番。そう、いつも学校に帰ってきたらね、お家おったしねいや本当に家族みたいな存在だったので、今ここでこの UFES の楽屋で会えたことがすごく嬉しかったです。いや本当に、はい、あとまあフィッシャーズさんとかとも久々に会って、はい、本当になんか感激でございますね、はい、いや撮影の時しか会わないですね。そうですね、撮影の時以外はなるべく会わないようにしています。なんでですか？だって会ったらね、ストレスがたまります、やっぱり、はい、なんでやねん。 なんでやろう、ねだって 一応なんか仕事仲間なので、いろいろ口出しとかしてくるので、本当にそれを毎日聞くのが本当に嫌なので。まあでもこう見えてやっぱり意外と普通に、昔は仲悪かったけど今仲良くなったよね。まあそうですね、大人になるにつれて仲良くはなってきています。だって家だって目の前同士で住んでますからね。そうです、お部屋がね、まあ、こう見えて普段は真面目で仲いいです。はい、はい、そうですね、車乗らなくなったんですよ、こっち来て。車を持ってこなかったんで。で僕は車運転下手くそなんで、事故ってしまいやすいがちなの で東京なんて運転できないということ で、まあ、車めちゃくちゃ運転したいですね今俺は。そうですね、あと田んぼが見たいね。やっぱり東京はすごく都会なので、石川県、もともと石川県出身なので、久しぶりに石川県の空気を吸いたいなってすごく感じますごめんなさい、なんか家には帰りたくないです家には帰りたくないです。はい、そうですね、私一つすごくやりたい企画がありまして、お兄ちゃんがすごく身だしなみをちゃんとしていないというか、コムドットのヤマト君みたいに、なんかファッションとかそのなんやろ、容姿をきれいにしていないので、私はすごくお兄ちゃんにはきれいになっていただきたいので、その YouTube の企画で兄イケメン化計画をしたいなと思っております。生活水準俺は上げてないんだよ。いやいや、でも生活水準がね低くても自分を整えることはできるやん。確かに、でしょ。だからそれをしたいと思っております。はい、論破されました。はい、そうですね、やっぱりあんまり別にこの人のメイク動画を俺は個人的に兄としては見たいと思わないので、なんかそういうビューティー系とかっていうよりも結構マルチ系というか、日常的なブログとかを更新してほしいですかね。はい、了解です。結構上京してきて僕自身は諦め気味でこっち来て、まあ、第二の人生を始めようみたいな感じで思ってたんですけど、で結構いろいろ先輩方と会って、 YouTuber とやっぱまた1から0からの気持ちで東京で全力で頑張っていこうってなりました。10年間今 YouTube やってるんですよ。で今11年目なんで今年で、
まあ向こうあと20年目まではここで頑張っていこうっていう風な感じで思ってるんですけど、目標的なものは別に特にないですね、昔と変わらず。はい、どうですか？私ですか？ YouTube 以外ですよね。そうですね、なんか私の身で言うのもあれなんですけども、まあ、雑誌とかに載ったり、そのアベマ TV とかそういういろんなところで目のつくインフルエンサー的な存在になりたいです。ガチか。ダメなんですか、ダメ、はい、頑張ってください。頑張ります。俺は応援してる。ありがとうございます。すいません、私みたいな人で。そうですね、僕はなんか結構目標を立てて頑張るっていうタイプじゃなかったんですよ、もともと。なんかその自信がないんですよ。すごいなんか言ってしまえば自己肯定感とかすごいないんですよ。なのでだからやっぱそういう人結構若者多いと思うんですよ。あのやっぱ自信がないから自信をつけるために頑張るっていうのが自分のモットーで、あの特に目標はないんですけど、あのなんか自分に自信がないから、あの中学時代からちょっと自信つけるためになんか頑張ってみようって感じで YouTube 始めたんですけど、まあそれが秘訣ですかね。